ややのバババババーチャル。さあ、ビビチャンネル後半戦です。今週のゲストはこの方です。人類救済プログラムのやるのネオンです。人類救済プログラム。 上がってる気がしてて自分ではそんなことない。うん全然似てない。夜のネオンキャムチピンキーポップヘップバンよ。えっまままぐろノウトンゴー。<laughs> でそれマジで似てないから一ミリも零点一ミリも似てないから絶対もうやんない方がいいよ。マグノウトンゴ。本当に似てねえ。しかもちゃんとお話ししたことない。<laughs> <laughs> あとっとねえの？はいということでリスナーのみんなから届いたメール紹介していきます。<laughs> はい。 えー、浜さんから頂きましたありがとうありがとうございます美美ちゃんネオンさんこんにちはこんにちは、うん、そしてネオンさん実装2周年おめでとうございますありがとうございますえー、これでいよいよ新人 v チューバ r とは言えなくなってきましたね <laughs> えー、どうでしょうかえー、それかいっそのこと永遠の新人 v チューバ r と変えてみるのもいい気がしますだってえネオンはずっと新人だよ永遠のうん、うん、え新人なになんでそこ譲らないの <laughs> せっかくハマが提案してきたのに新年かな。負けてはいけないね。ものもね、あるって聞いてますから。人類ではずっと新人でいきたいのね。うん、なるべく。まあそうだよね。わかるわ。だって僕のママもあのアメーバブログ、ずっと新人声優の須崎愛ですって書いてある。もう十年目なのに、取り時がわからないって。そうそう。だからね、飛んなくていいと思ってる。そうだよね。そうだそう初心忘れるべか っていい言葉ね。そう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 。うん,うんうん。ねそんな感じでいきたいね。僕らね。はい。そうしましょう。終わり？メールいつ？ね、いつしか来てないの？そっか。ネオンにはメールいつしか来てない。ええー。だって。<laughs> ごめんね。嘘だよあの。大丈夫かな？あの、すげえ来てた。大丈夫かな？<laughs> あの文化放送さんね、ネオン大丈夫ですか？<笑><笑>本当に怖いんですけど。怖い怖いよ。 <laughs> あん、ね、まメールいっぱい来てたんだけどもねちょっと僕らが前半喋りすぎたんでね、はい、あの来週いっぱい読みたいと思います来週もネオンに Vivi チャンネルに来てもらうのでお楽しみにということで以上「きら星 Vivi」と「夜のネオン」でした来週もこのチャンネルに集合きらシ